はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンデッカーデラックスウルトラディメンションカード01です。はい、これは定価が660円とめちゃくちゃお買い得なんですが、デラックス版のディメンションカードがヒーロー3枚怪獣3枚の合計6枚が入ってる第1弾のセットで、デラックスディメンションカードって食玩版とかフュージョンファイトのディメンションレアより微妙に分厚くてすっごい質感がいいんだけど、なのに今年のコレクションアイテム価格めちゃくちゃ買いやすい。ラインナップは Z オリジナル、ウルトラマンゼロ、ベリアルで、ベリアルはヒーロー扱いなんだ。さらにセブンが第1話のスフィアザウルス、スフィアゴモラで、この辺はデッカー系ね。D フラッシャーとの連動は変わりませんし、デュアルソードと遊べますよと。さらにフュージョンファイトとの連動も OK と。ではレビューしましょう。今年は連動音声が D フラッシャー依存で、コレクションアイテム側はあくまでカードなので、デラックスディメンションカードも1枚100円相当ですからね。そしてやっぱデラックスディメンションカードはより分厚くって、カードすごいしっかりしてるんだよな。曲がることもないし。ではそれぞれ見ていきましょう。まずヒーローカードのウルトラマン Z オリジナル、金のキャンペーンカードではご賞味くださいがなっておりましたが、こっちはなんないんだよね。ゼロに弟子入りし、努力を重ねた新人ウルトラマン、未熟で発展途上ながら正義と平和を愛する心は誰にも負けない熱血ヒーローだーで、変身者のハルキはジャグラスジャグラーというかヘビクラ隊長の部下&ジャグジャグさんに鍛えられたキャラクターでもありますから、そう思うと変わった立ち位置の2人ですよね。そして師匠のウルトラマンゼロ、ワイドゼロショットと書いてあって、セブンの息子でレオアストラに指示した宇宙拳法を駆使して戦う勇猛果敢なウルトラマン。さらに宿敵のベリアル、カイザーベリアルはモンスカードでしたが今回はヒーローカード。レイブラッド星人により邪悪な姿に変貌した悪のウルトラマン、平和を愛するウルトラ戦士の心を捨て去っている。で、普通のウルトラマンの頃のアーリースタイルのカードとかも出たりするのかな。はい、そしてセブンガー、更新鉄拳団で、これは特空機のセブンガーですね。ストレージの1号機と書いてあります。さらにスフィアザウルス、第1話のデッカー始まりの怪獣で、第1話からめちゃくちゃ大きな被害出てましたね。今回の怪獣たちはスフィアのこの白ベースに黒いラインが入ってる、このデザインが各怪獣にあしらわれてますよね。はい、スフィアゴモラ、超振動波で、スフィアソルジャーがゴモラに飛びつき融合を遂げた姿。では音声連動いきましょう。 Z オリジナル、ご賞はくださいは言わないと。必殺。はい、ゼスティウム光線ね。ウルトラマンゼロ、はい、もうおなじみのゼロ変身オン。宮野さんボイス入ってますね。ベリアル、変身音というか叫び声。
はい、光線技部分にはしっかりと掛け声入ってますね。さらにセブンガー、駆動音鳴ってますね。スフィアザウルス、最後はスフィアゴモラ。こんな感じの、まあ、おなじみの連動の仕方って感じですね。以上、ウルトラマンデッカーデラックスウルトラディメンションカードセット01の紹介でした。